なんかね、すごい、本当にすごい、神さんだけみたいな、すごい、なんかもう生き物のように見えてきた。本当だ、すごい。こうやってる感じとか風景ですよね。すげえ、もうなんかカエルのレンズ見てるな。一緒に動いてどうするの。安倍さんに合わせてんのに一緒に動いたらダメじゃん。マジでくれた。すごい、もうなんかあめっちゃすごい。これ、いや、すごい、二人になるか。本日の意気込みを楽しみます。Thank you.
Thank you. かっこいいってコード入ってからの回数もまた気になるんだよね。でキラキラがある感じ、6回今仮にじゃあ。で安倍さんがあのドカンってコーラス入ってくれたのよくて。はい、私だけが薄くはーっていうのをやりたいです。これコーラスはずっと、ずっとメロ鍵ハモは吹いときます。じゃあ最初はでコーラスは後で取ります。まだあれだよね。何もかんなんかいろいろ考えずに、もっとやる方がいいんでしょ。一回やってみようかみたいな、オッケーになるかもしれないしみたいな、言ってきまってないですか。あれ結構感動しそうなくらいよく聞こえてたんですよ。あ、じゃあこっちで言う G ですね。そしたらタラララララララ。いいですよ、もちろんです。はい。E の8小節感ってことですね。ああ、そうかそうか。はい、大丈夫です。ちょっと待ってくださいね。パーカッションは対決。パーカッションはどうでしょうか。ちょっともう一回聞かないとよくわからない。阿部さん、この小節って、逆にここから足して、この段階から何か足してもらっていいぐらい。でもし後ろ田さん頼ってよければ、あのチャッチャッタッパラバッパッパラダのマーチになるとこあるじゃないですか、そこの一小節前に何か入れてほしいんですよ。よーいドンじゃないけど、はいはいはい、なんかこうで号令的な何かね、特殊な音を入れてほしいんですよ。で僕あえてここ手出さないって決めてて出してないんですけど、違う曲に聞こえるんだ。それは別の曲でやろう。お疲れ様でした、ありがとうございました。阿部さん、レコーディングなんとか無事終えましたね。ね、よかった、よかった、はい、アンドアンド面白いねそれ。アンド本当はアンドですよ。限られた、どうしても限られた時間内で我々レコーディングするから、なかなかその時間との勝負っていうのはあったけど、僕的にはね、なんか大変っていうよりね、まあこういうレコーディングって自分と向き合う作業なんで、結構あのどうしても背伸びしちゃうし、自分の曲だったりしたらこうしたいって思いがある意味じゃ強くこう空回りしたりなんかするの。でもそことね、じっくり構えて、あのじっくり構えられた時間が僕にとってはすごくいい時間でした。苦労したけど、それはまあいつものことでしょ。ちょっとなんか無理を言って吹いてもらったこともあったような気がするんだけど、どうでしたか？苦労しました？なんか、自分なんだこれ。いやいや、もうでもね、もうでも言いたいことわかる。いやでもなんかそうなんですごい音だけに向き合うので、でそれがなんかこう自分の曲だとやっぱりこうなんか先にあるからね。先にあるんだけど、阿部さんの曲でその、何だったっけ、あの時騎馬戦だったかな、あの時にすごい困っちゃったな、なんか、
我々騎馬戦って言ってもその騎馬戦を想像してっていうオーダーをする曲があるんですけど、うんうん、それが我々騎馬戦やったことない経験したことがないからね、うん、それは面白い、ね、それはでも苦労しますね、うんうん、でもねなんかあの演劇の本とか、うん、あの演劇論みたいな本を読むの結構好きなの、うん、で例えばねあの殺人鬼の役を演じろって言った時に、うんうん殺人を犯したことないわけじゃん、うん、殺人の役って、うん、でもそれってねなんかねあの13日の金曜日って皆さんご存知ですか、ねうんうんうん、ジェイソンっていうか、うんうん、あれってねどっかポップじゃない？あ確かに、まあ、でもね、うん、そういうのって、ね、僕なんか曲にもある気がしてて例えば僕からするとこう美穂さんの曲っていうのは、うん、なんか僕にはないものが提示されてるわけだから、うん、その意味じゃすごく苦労する、本当に本当にそれは本当にそうあのピアニストってすごく何でも弾けるみたいな風に思われることもあったりするじゃん、うんうん、お互いでもやっぱ分かるのよ自分にはない世界を提示された時って、うんうんうん、でそれは僕自身もやっぱ苦労したし、うんうん、でもね何かにこう答えてあげるってことなんじゃない、うん、自分の思いはこうですっていうのをしっかりと会話と一緒だと思いますよなるほど。まあ騎馬戦っていうお題があったとしたら、うんうん、自分がまあ馬に乗った気分で演奏してくださいってことなんだろうと思います。そんなことでよかった ね、 でもね、うん、騎馬戦になってましたよ。あ、ありがとうございますなんかこ自分はこう思ったけど安倍さんはどう思ってるんだろうとかなんかそういうのとかも気になってた。人のことじゃなくて、うん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 、自分のことでいいんですよきっと。学びます、ねはいね、ありがたかったな、うんうん、このアルバムはねタイトル通りですね、うん、前回ゼロっていうのをこう輪っかって読んでいただいたのから引き続き1っていうのが、うん、ある意味こう言葉のシャレなんだけど命と読めたっていうのは、自分たちにとってすごく大きなことなんじゃないかなと、うんうんうん、でやっぱ1っていうのがねいい数字じゃないですか、うん、でなんかね男性的にはね3とか5とか7っていう数字はかっこいい数字なのよ。なんかラッキーセブンだったり5ってなんかねもし自分が野球選手だったら5番っていう背番号つけたりとか、なんかあるんですあの男的には、うん、でもね1ってねなかなかないじゃん。1番ってなかなかおこがましくて言えなかったり、うん、1っていう数字ってなかなかね僕的には選べない。だからそれを逆にこう命っていう、こう根源根本にいけたっていうのは、うん、大きなテーマだったんじゃないかなと思う、うん、そこからそのテーマをもとにこう曲聴いてもらったら違う予想を見せるんじゃないかと思います、うんうんうん、あの僕の中の曲でいくとこうジャニアリーっていう曲はちょっととっつきにくい曲だと思うんですけど、うん、そこになんかこう息吹みたいなのを感じてもらえれば OK、うん、もう十分幸せです、うん、どう？すごい聞きどころ。聞きどころね、うん、テーマが壮大だったなと思ってます。聞きどころもうそれそう、あもうちょっとなんかねすごいあのお話が上手だからふむふむって聞いて自分に振られるとなんかもうはいって思っちゃうんだけど、始まりえ命か。でもね美穂さんほど、うん、その命とかっていうテーマだったり、うん、愛とかっていうテーマだったり、うんうんうん、こうみんなでこうなんか包み込むっていうそのワードみたいなものっていうのを口に出して嫌味のない人はあんまりいないよ、うん、僕なんかが言うと、うん、またまた安倍さん言っててってな。いやそうなんですよ。だからそこは堂々とね、うん、やっぱそういう音を聞いてもらえればいいと、うん、僕は瀬野美穂をこうプロデュースして例えばこう聞きどころって言われたらそう答えます。おもうそれそのものですから。そのものです。以上今回は本当に皆さんありがとうございます。もうアルバムをもうこのなんて言いますかもう全魂を込めたアルバムをですねもう手に取ってくださるというだけでもう大感謝なんですけれども、そのまあ作品ができたっていうことは皆さんのご支援と応援があってのことでしたのでもう心から感謝いたします。本当にありがとうございます。はい、特にあのクラウドファンディングに関してはですね、美穂さんがもう全面的にやってくださってて僕は乗っかるだけなんですけど、でそもそもがものすごく発信下手な人間です。で、それはもう何とかしなきゃいけないと思ってるんですけど、皆
皆さんがどこかでこう何かで支えてくださってっていうのって、結局自分の生きる価値を皆さんが、作ってくださってるっていうふうに考えてますので思いますので、これからも、引き続けて、皆さんに届けることが恩返しだというふうに信じておりますので、これからもよろしくお願いします。今ここでした。
ピンピン。